宇野昌磨さんです。どうぞ。<music> こんにちは。ようこそお越しくださいました。どうぞ中央にお願いいたします。さあそれでは、はい、皆さんこんにちは。宇野昌磨です。今日は本当にこのような場を設けていただき本当にありがとうございます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ではご紹介いたします。 宇野昌磨を誰よりも知るもう一人のスペシャルゲストそれは宇野いつきさんですどうぞ <music> こんにちはようこそお越しくださいました宇野いつきですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますしお願いしますはいということでいつきがそのメディアの前に出ているっていうのを <laughs> <laughs> 見るととちょっヒヒヤヒヤしますねあやっぱり兄としてなんかテレビで弟を見るとヒヤッとするいやーすごいもうヒヤも、うんヒヤモンですねその小さい時のいつきをずっと知っているのでもうなんか何も考えずに無鉄砲ないつきっていう中で僕の中では終わっているのでそんないつきがこういうなんか皆さんの前に出るっていうのはすごくヒヤヒヤします。 い,やでもいつも一人でテレビに出る時より何倍も緊張しますね逆に逆,逆に勝負がいることでちゃんとついていけるかなっていうふうでますね、まあ、僕は正直全く緊張していないですしその、まあ、こういうメディア取,取材とか全部その,その時感じていること思っていることをただそのままずっと喋っているだけなので。 まあ全然緊張したりしないんですけど、まあ、いつきってまあ緊張するんだねって感じなんですけど、まああのまあ、僕が多分9割しゃべるんで適当にリアクションしといてください。頑張りますなんか兄弟の関係性をちょっと垣間見たような気がいたしますが二人はこういった言葉選びであったり早口言葉というのはどうでしょうしますお得意ですか いやー、あんまりやったことないですねいつきはどう僕はまあ学校とかでたまにみんなとやったりしてたんでまあしょうまよりは比較的できるかなと思っますハートであげるね、自分で <laughs> お題はカタカタ硬いカタカタかったら買ってこらんとってということで、これを三回繰り返して言っていただきますやはりここは兄であるしょうまさんからちょっとチャレンジしていただきましょうそれでは 宇野昌磨さんのチャレンジです。どうぞ。かたかたかい、かたかたかったら、買ってこらんこ。大丈夫ですよ。仕切り直して。カットできますので、はい、大丈夫です。じゃあ、改めて挑戦お願いします。かたかたかたい、かたかたかったら、買ってこらんとって。かたかたかたい、かたかったか。もういいです。かたかたかたい、かたかたかったら、買ってこらんとって。 カタカタ硬いカタカタ買ったら買ってごラントってカタカタ硬いカタカタ買ったら買ってごラントって大きな拍手お願いします。ありがとうございます。本当に緊張してる。緊張してますよちゃんと。うん、本当に。はい。すごいですね。自分でハードルを上げてちゃんと乗り越えていくちょっとちょっとカッコよかったですね今。 これって何か僕はいかに自分のハードルを下げるかっていうのをいつもやっていてその自分にまず期待をしないところから始まりその少しでももちろん練習で自分の土台は高くしますただ試合で乗り越えるハードルはいかに下げるかっていつも考えているんですけど、まあ、いつきはそのなんか勝負、まあ、勝負強さというか。 なんか僕にはないものを確かにいつも持っていてすごいなっていう自分で逆に追い込む方に寄せときながらちゃんとそれを乗り越えるっていうのは小さい時からすごいなとは思っていたんですけど、まあ、本当にスポーツに向いてるのはいつきの方なのかもしれないですけど、まあ、地道にいつきは努力ができないんで、まあ、そうせっかくしょうまさん樹さんきさん兄弟が揃われてるということで。 お二人しか知らない話をぶっちゃけていただきましょう題してしょうまいつきそれだけは言わんとってということで最初のお題はこちらです自分だけが知っている子どもの頃のしょうまいつきということでフリップオープン,ジャンあ、まあ、すごく小さい時の話なんですけど、まあ、い,じけいじけるいじけるというんですかねいじけると 行方をくらます。あ、どっか行っちゃうんですか？そうですね。うん、あの、まあ、ご飯食べに行ったり、まあ、買い物行ったり、そのか、あの、家族でいたりするんですけど、まあ、そういった時に、あの、小さい時の遺跡が、あの、お気に召さないと消えるんですね。本当に、もうめんどくさくてそれが、<laughs> 本当にめんどくさくて、もうでも今はまあさすがに大人になってないんですけど、まあ。 まあなんか世間ではイツキが結構しっかり者ってなってると思うんですけどこういう一面も昔はあったよってはあ知らない一面ですけれども昔は僕よりゲームが下手だったところですねほほ昔はということは今は今はほ、うん本当にしょうまの方がどのゲームやってもうまいんですけど、うん、昔はしょうまもそんなゲームがうまくなく僕より下手だったんです。うんうん いやでも翔まさん負けず嫌いなとこあるので子供の悔しかったんじゃないですかいやそうですねあのーまあス,ケートまあ、スポーツもそうですけど、まあ、才能っていうもので、まあ、あるのか、まあ、センスですかね明らかにいつきは何をやらしてもセンスがす,すごいあって初めからうまいんですよ。まあ、僕はなので、まああのー、何かとといつきに負けること あのいつきより劣っていることはたくさんあったんですけど、まあ、なんかやはり負けるっていうのはやっぱ悔しかったのでその小さい時でもずっと同じものを練習していくとそのうちに自分のがうまくなっていて、まあ、それがいつの間にかもう自分の日常になってました、ね、ではフィリップ交換させていただきます最後のお題はこちらです。 フリップ交換お願いいたしますさあ今までに昌磨いつきに一番笑わされたことということでではこれはお一人ずつちょっと見ていきましょうでは昌磨さんからちょっと見させていただきますフリップ、はい、オープン <laughs> んなんとないですあ、<laughs> え、いやそうですねだいぶ大人にはなったんですけど まあ、あの、お、まあ、ギャグ戦と言いますかね。そちらは全く成長が見られないというか、面白く。ないので。そうですね。昔からいつも、いつも何してても。何、うん、か言っても、つまんないって言われてましたね。ずっと。<laughs> 面白くないっていつも言われてました。ちょっと、では、いつきさん。こう、今までに、一番笑わされた、エピソード、フリップ。オープン。ち <laughs> んと書かれたんでしょうか。<laughs> はい、では、ご自身で。 読んでいただけますか財布を捨てえっとコンビニ行った帰りなんですけどうん、うん、コンビニで買った商品をあの軽くゴミができたんでそれを右手に持ってて左手に財布を持ってたんですけど右手と左手間違えて左手の財布そのままゴミ箱に捨てたりして本当にしかもそれ一回じゃなくて他にもいろいろそういう。 間違えて捨てるとかが多いんで本当に面白くてそれは笑っちゃいますね毎回毎回そうですねまあ僕はうんまあこれは弁明の余地はないですね <laughs> まあそれが事実です本当にあのな何なんですかねな,なぜか、まあ、忘れ物もそうですけど。 まあ忘れ物に気づけたらそれは忘れ物じゃないですしもうなんか理由は何ですかって言われても何とも弁明の余地はないです。<laughs> さあということで兄弟ならではのお話伺ってきましたが最後はやはりフィギュアスケートのお話聞かせていただきましょう。さ,あしょうまさん来期のプロログラムはボレロに決定し ガンビエルコーチが振り付けされたということで今回の「ボレロ」にどのような思いが込められているのか教えていただけますでしょうか、はいえーまあ、今,今年使うプログラム「ボレロ」に決まったんですけれども本当に今までで一番ハードなフリープログラムになっていると思いますなんですけれどもあの、まあ、シーズンを通してこの「ボレロ」というものが自分の,その代名詞になる ぐらいちゃんと滑り込んで自分のものにして1年間やり遂げたいなと思っています。ランビエールコーチのもとでこう気持ちの部分だったり競技への向かい方など何かこう自分が変わったなと思うところってありますかうーん変わったというより思い出したもちろんもともと樋口実子先生のもとで。 練習ししている時すごく充実した毎だその,あのコーチのもとを離れて自分で練習している時にどうしても結果を求めてスケートをするようになってしまったりとかなんか自分のスケートに対する気持ちが「頑張りたい」じゃなくて「頑張らなきゃ」に変わっていた自分をちゃんとまたもう一度スケートを頑張りたいって思うように。 あの近くで支え続けてくれた存在かなと思いますでは、今の昌磨さんの目標と意気込みを聞かせてください、はいえー、本当に何ですか、ね、やりたいことというのはもうスケートの中でやりたいことというのはたくさんあるんですけれどもすべ、まあ、てやはり頑張りたい。なんか うん、楽しみたいとかいろんな気持ちもあるんですけど今は自分のスケートがどこまでやれるのか自分の限,、まあ、限界自分の成長をもっと知りたいのでまあ、一言で頑張りたい頑張っていきたいと思います。